決できるラッキーな3人はこちら。まずはキャッチ操作、ジャンプとパワーが必要とされる競技だ。今回は増田さんの動きをチェック。このキャッチ操作とは、飛んでくる操作をジャンプしてキャッチ、その得点を競う競技。後ろの方でキャッチするほど高得点でも、あまり端っこに行くと落っこっちゃうぞ。うわ、落とすなよ。レッド誰これ、誰だよ、落とすの。なんだよ、落とすんじゃねえよ。自分の3匹のポケモンそれぞれをタイミングよくジャンプさせるテクニックが必要となる。1匹動かすので精一杯なんだが。確かにこれ超難しい、うん。やってて難しいですか、山本隊員。いや、これすごく難しくて、コツつかむのが大変です。やはり初めてだから難しい。結果はなんと、増田さんを差し置いて山本隊員が1位。続いての競技はスティールフラッグ。スピードとテクニックが必要とされる。スティールフラッグ、なるほど、これいろいろ取っていかなきゃいけないんだね。スティールフラッグは走って旗を集め、手前の線まで持って帰ると得点になる。疲れてる、たくさんの方。誰だこのチコリータ。他のチームとぶつかると集めた旗が取られてしまうので要注意。旗は一度に9本までしか集められないので、戻るタイミングも大事だぞ。間違ってゴールに戻っちゃった。結構しょこたん楽しいですか。楽しい。誰だよこれ、どんどんぶつかっていよいよ終盤ラストスパート。ゼロになっちゃった、すごい取られた。さあ時間も限られてますよ。マジか。あ、結果はマジか。俺もうこっち極めていいかな。熱くなるね。そういうそう、発売直前にね、たっぷり楽しめた最高の一日だったな。もっとやりたい。増田さん、今日本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ラジャー。